俳優の浅野忠信主演で伝説の写真家深瀬正久の78年にわたる波乱万丈の人生の実話に着想を得た映画レイブンズの公開日が来年2025年3月28日に決定。東京東宝シネマズシャンテ新宿武蔵野館ユーロスペース他で全国公開される。合わせて劇中で流れるシティポップ、グループサウンズ、GS、歌謡曲、フォークなどマーク・ギル監督が選んだ楽曲リストが公開された。伝説の天才写真家深瀬正久は1974年に森山大道らとニューヨークMOMAニュージャパニーズフォトグラフィー10で作品を発表し絶賛を浴びた。妻陽子やカラスを被写体にした作品で一躍時代の寵児となるも、たびたび酒に溺れ92年に転落事故で脳障害を負い、20年の闘病の末2012年に亡くなった。近年欧米を中心に再評価が進み、23年に東京都写真美術館で大回顧展が開催され、セルフィーの先駆者でもあるその世界観は若い世代からも注目を浴びている。